小学生のための 3DCG ブレンダークォーター第7回目、はい、ついに7回を迎えました。ここまでね、聞いてくれて本当にありがとうございます。というわけでね、今日はショートカットキー S ですね、 S スケールの S ということで、拡大縮小をこうやってね、拡大をぐぐぐっと引っ張るような感じにすると拡大、マウスをね、近づけるような感じにすると縮小みたいな感じでね、まあここら辺の、感覚的なものは、操作してみると分かると思います。で S キーの後に X キーを押すと、横に横というかね X 軸方向に拡大縮小、SY の順番に押すと Y 軸方向に拡大縮小ということはもう皆さんお分かりでしょうか。 Z 軸に SZ の順番に押すと、はい、その通りです。はい、Z 軸方向に拡大縮小ということでね、はい、皆さん今日も100点満点です。はい、あとねちょっとねこれは上級者コースというかね上級編ということでね、技を言いますと SY、例えば SY2 で押すと、Y 軸方向に、スケール2倍の拡大ができると。はい、そしてね数字と合わせると、もっとね細かい設定ができるようになるという、ショートカットキーでした。はい、はい、そういうということでね、皆さん今日もね頑張って勉強しましょう。小学生の皆さん一緒に 3D を作ったり、またね 3D を覚えたらゲームなんかも作れるようになりますので、はい、一緒に頑張っていきましょう。それでは聞いていただいてありがとうございました。次は第8回目でお会いしましょう。さよなら。